こんにちは、おときゅうです。特急ニセコ号札幌行きに函館から乗りました。前半の長万部までは大沼小沼や駒ヶ岳を眺め、森からは噴火湾の景色を眺めながら長万部まで乗りました。そして長万部には15時47分に着きました。発車は15時58分で11分停車します。1番線から北斗14号函館行きが出ていきます。この列車、火曜、水曜は計画運休します。編成後方の方に、長万部町ゆるキャラ万部くんがいました。長万部町はカニが有名で、このゆるキャラはカニがモチーフになっているようです。それでは後半は長万部からスタートします。後半は食のイベントも見どころです。前半の沿線の絶景も視聴してください。残念ながら、金谷のカニ飯の販売はありませんでした。弁当販売時はカニ飯もどき、箱ティッシュも販売されます。駅弁金谷は駅前に店がありますので買いに行けますが、今日はこの後購入する弁当がありますのでやめます。長万部駅、15時58分定刻に発車しました。ホームでは万部くんが見送りをしてくれています。これから室蘭本線と別れ、函館本線、山線を経由して札幌に向かいます。現在、長万部駅を出る室蘭函館本線、山線の普通列車は全て H100 型で運行されています。特に山線は優等列車も走っていないことから、ニセコ号は貴重な特急列車となります。広い長万部駅の構内を抜けると、室蘭本線と別れ、いよいよ単線の山線へ入りました。しばらく平凡な景色を走りますので、函館で買ってきたニシン磨き弁当を食べたいと思います。この弁当、ニシンの甘露煮と数の子がたっぷり入った美味しい弁当なんです。最近は札幌駅でも売っていますが、函館によると必ず買う弁当です。弁当を食べていますと黒松内駅に着きました。30秒ほど停車して16時18分に出ます。この駅は2007年4月1日から無人駅になりました。2面3線あり、ホーム有効帳は4両分です。そのため一番後ろ5号車はドアカットされました。上り列車は一番後ろ1号車がドアカットされます。昨年までは3両編成でしたから問題ありませんでしたが、今年は5両編成でドアカットが必要となったわけですね。5両編成とは大サービスです。まだまだ平凡な景色が続き、北海道らしくない沿線風景ですね。ニセコ駅は17時11分発まで5分停車します。ニセコ駅の構内にある砂防ヌプリにいる秋田犬ハーディーがお出迎えしてくれています。ニセコ駅の犬駅長で特急ニセコ号が運転される日はホームに出てきます。ニセコ駅を定刻に発車しました。ワンちゃんは列車に興味がないようですね。ニセコ駅からくっちゃん駅までの間、地元特産品の販売が行われます。昨年乗車した時に買った商品を今年も買いたいがあるでしょうか。3号車になかなか来ないので前の4号車へ見に行きました。皆さん結構買っているようで、これではすぐに前には進めません。事情が分かりましたのでデッキで待ちたいと思います。販売メニューを見せてもらいました。ありました、飲むヨーグルト。手頃な値段で美味しいんです。地元のものに触れたい時はこれが一番いいと思います。美味しく飲みました。さて、景色はというと、左側にはニセコ連山、ニセコアンヌプリなどが見え、右には羊蹄山が見える頃です。左側に見えるニセコアンヌプリは今日は雲がかかっていて今一つパッとしません。右側に見える羊蹄山は頂上に少し雲がかかっているものの綺麗に見えています。本当、羊蹄山綺麗ですね。蝦夷富士と言われるだけあって、富士山の形に似ていてとても綺麗です。ニセコアンヌプリのようにニセコ連山の一角に立つ山も綺麗ですが、このように単独で立つ山も稜線がはっきりしていて綺麗ですね。この眺めはくっちゃん駅に着く前までずっと続きます。くっちゃん駅には17時25分に着きました。発車は17時35分で10分停車します。予約した弁当を受け取りに行きます。弁当の名前はくっちゃんじゃがいも弁当。一
つ1200円になります。 JR 北海道ホームページニセコ号紹介ページに弁当が出ていて、そこにお店の電話番号が載っており、直接予約する方法でした。ニセコの名店ロバタニセコなにわ亭が製造販売しているお弁当です。このお店は札幌に本店があり、東急リゾーツ&ステイが運営するホテルに朝食弁当を提供したりしています。その横では予約しなくても買える洋亭三六弁当800円も販売されています。なかなかこちらも内容が良く、一つ買ってみました。私のようにじゃがいも弁当を買ってもこちらも買い求める方がいらっしゃいます。くっちゃんを帝国に出ました。3号車1階ラウンジで弁当を取ります。3号車で元公衆電話があったスペースを見つけました。この中で撮影してもいいかなと思い、中を覗いてみたのですが、狭いのでやめます。やはりラウンジへおります。先ほどニシン磨き弁当を食べたばかりですので、中だけ見たら後で食べます。包みを取りますと本店の名前が入った弁当箱が出てきました。お品書きも入っていて、おしゃれな弁当です。3号車1階はフリースペースでラウンジになっていますので、後でここで食べます。こちらは予約なしで買えた洋亭三六弁当です。お茶がついていました。こちらは夜食にします。小沢駅では17時52分まで約6分運転停車します。この駅でも写真を撮ってる方がいますね。1950でおしゃまんべ駅と交換します。この列車、今は2両ですが、くっちゃんから2950デーに列番を変え、単行となります。お待たせいたしました。まもなく発車いたします。特急ニセコ号下りの運転停車駅は、七重と赤井川およびここ小沢だけです。さあ、小沢駅を17時52分、定刻に発車しました。これからどんどん暗くなっていきます。真っ暗な小樽に着きました。小樽駅は18時43分発まで2分停車します。ここでは運転手さんが交代します。小樽駅を定刻に発車します。ここから札幌までは電化されてますので、架線の下を走ります。昼間でしたら小樽地区港から銭箱までの間は左側に日本海が見えます。残念ながらもう夜ですので、夜景を眺めていくようになります。小樽駅を出た3号車の車内です。函館を出る時から窓側が開いていたところもあったのですが、今はくっちゃんや小樽で降りる人が多く、もうガラガラになってしまいました。最後の途中停車駅手稲では19時15分まで5分停車します。快速エアポートの通過待ちなどはなく、札幌駅へ入るための時間調整です。手稲を19時15分定刻に出ました。次は終点札幌です。札幌は5番線に19時29分定刻に着きました。あっという間の5時間31分でした。近々帰りに乗車した上りニセコ号で全面展望した抜粋をアップします。お楽しみに。ノースレインボーエクスプレスは乗っていて楽しい編成でした。帰りの乗車がまた楽しみです。この後特急ニセコ号で使われたノースレインボーエクスプレス車は19時37分回送で苗穂へ出ていきました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。